アッソチアチオーネカルチョピサ1909はイタリアトスカーナ州ピサに本拠地を置くサッカークラブチーム2009年までの名称はピサカルチョ2020から21シーズンはセリエ B に所属している1909年にピサ SC として設立1968から69シーズンに初めてセリエ A に昇格したが1シーズンで降格した 1970年代の多くをセリエ C で過ごす。1980年以降にセリエ A に4回昇格するも、いずれも1、2シーズンのみで降格した。ルンガやディエゴシメオネが初めて欧州で所属したクラブは、ピサであり、育成型のクラブとして注目を集めた。1990から91シーズン終了後にセリエ B に降格すると、その2年後には、 セリエ C に降格し、経営破綻して倒産した。クラブの倒産に伴って1994年に AC ピサとして再設立され、1995年にピサカルチョに改名された。再設立後はセリエ D から再出発し、1996年にはセリエ C2 に昇格した。この頃のピサにはデビューしたてのジョナタ・スピネージラがいた。11年を セリエ C で過ごし、2007から08シーズンにセリエ B 昇格を果たした。しかし、2009年、セリエ B からの降格が決定した上に財政難が露呈したため、プロリーグ登録が許可されず、AC ピサ 1909SSD として、再びセリエ D からの再出発を余儀なくされた。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。本拠地であるピサは、フィレンツェの俗領であった時期が長く、ピサ市民は、フィレンツェに対する屈折した感情を持っている。2002から03シーズン、フィオレンティーナが破産し、 そのクラブ名が競売にかけられることになった。その際、ピサのオーナーは、ピサがフィレンツェに大衆優位に立てると購入の意思を公表した。破産した旧フィオレンティーナを買収したで、ラバレがインテルやユベントスに協力を求め競売自体が1年に延期したため、購入はならなかったが、かなりの大金を用意していた。2009から10シーズンに、 セリエディながら年間チケットが3100枚売られ、セリエディの歴史的快挙フットバリスタ2009年4月8日号。ありがとうございます。